ジャイルズ・ゴードン・バーンズは、イングランド出身のサッカー選手。ハイデル・ラバット FC 所属。ポジションは MF。ジャマイカ代表。17歳の誕生日にダービーとプロ契約を果たした。2006から2007シーズン、18歳にして、スターティングメンバーの座を確保する。チャンピオンシップには39試合出場、8ゴールをマークした。2007から2008シーズン、 プレミアリーグに昇格したダービーはシーズンを通して低調な成績に終わったが、バーンズ自身も怪我に悩まされて満足なシーズンを送ることができなかった。シーズン中の膝の手術により2008から2009シーズンの初めまで棒に振ることとなった。初挑戦となったプレミアリーグでは21試合出場、1ゴールを挙げた。 2009年1月20日のカーリングカップ準決勝第2戦では強豪マンチェスターユナイテッドを相手に2ゴールをマークした2009年1月末ローン移籍でフラムへ加入した2010年2月3日ウエストブロムビッチアルビオン FC に移籍した2011年8月4日ドンカスターローバーズ FC に移籍した2012年8月29日 ヒューストンダイナモーに移籍した。2016年6月30日、バンクーバーホワイトキャップスに移籍した。2017年2月25日、オーランドシティ SC に移籍した。2018年1月9日、クラブレオンに移籍した。2018年7月13日、コロラドラピッツへ6ヶ月の短期契約で移籍した。イングランド U-19 代表では、12試合に、 出場し7得点を挙げた。その後、祖父母の出身地であるジャマイカ代表を選択。2015年3月27日のベネズエラ戦でデビューし、初得点を挙げた。ありがとうございます。